はいみなさんこんにちは。村長スタジオです。UJAM が大好きな方に、ドラム系の音源のチップスのような、お話をしたいと思います。UJAM のバーチャルドラマーシリーズや、ビートメーカーシリーズというのがあります。ドラムをとっても簡単に入力できるソフトウェアで、いい感じの音が鳴るようになっています。それらを使うとき、 ラッチというボタンをこのようにしてオンにしましてそしてここに鍵盤がありますよねこの鍵盤のどれかを押すとこのように音が鳴りますユージャムのドラムの解説というのは私もいろいろ動画を上げていますしたくさんの YouTube 解説もありますので。 詳細はそちらの方を見てください。このように便利に音が入ってそして鍵盤の上半分にプツプツがありますそれをこのようにドラッグすると簡単に入力することもできますしドラッグをしないやり方ででも UJAM をコントロールできるようにもなっていますがこの今入力したデータをちょっと見てみましょう このようにミリが入力されています。これをよく見てみると、このように3小節目の先頭を見ているわけです。けれども小節の頭にぴったり入っているわけではありません。これはデータが悪いのではなくて、いわゆるグルーブと言いまして、プロのドラマーが叩いた時に人間らしくヒューマナイズされて、このように入っているわけです。 もちろん自分が今作ろうとしている音楽に合わない場合はこのように選択をしましてクオンタイズスタジオワンの場合は Q のボタンを押すと画面のミリがずれたのが分かりますよねもう一度やってみますよく見ててくださいね Q はいこのように揃えて使えばいいわけですしかし u ジャムでは このような入力の方法以外に、キースイッチと言いまして、スタジオワンの場合はここが赤くなっています。DAW によっては、こういう風な表示にはなっていないわけですけれども、これはどういうことかというと、この Ujam のファットの C3 の領域から、約2オクターブですね。この赤い印がついているわけです。ここでこのファの音。 このリズムを鳴らしたいなというようになればここでファンのところにミリの音符をこのように書きますこのようにファンの音に線を引くだけで U ジャムはリズムを奏でてくれますちょっと聞いてみましょう このように線を1本引くだけで音が鳴るわけですこの時ですがドラマーはどのように叩いているでしょうかそれはこの右側のマイクロタイミングというのを押すと別のポップアップが開きます一番左のところにプレイシンクノートオンという風になっていますこれは先ほど見せましたようにプロのドラマーが叩いた若干 前に行ったり、後に行ったりするグルーブを持って、音が演奏されているというわけです。これをこのように選択しますと、16分の1、8分の1、4分の1、ソングポジションとかいう風にあります。これは何かというと、ここでクオンタイズのようなことをしてくれて、さっきのような前後のタイミングにはならないで、ジャストで音を叩いてくれます。 そのグルーブのタイミングというのがこれに当たります。例えば8分の1としておきますと、8分の1のところでは、ジャストで叩いてくれるということになります。その中に細かい音符が16分音符や32分音符があったりしたときには、そこはある程度揺らぎます。でも4分の1では、 四音符のノリでで叩いいてくれるととうことです。そしてソングポジションというのにしましたら DAW が持っているメトロノームのように正確に叩いてくれるようになりますですからこのボタンを押して変更すればそういう風にグルーブをコントロールできるということになりますグルーブのコントロールということでいえばこれだけではなくて ここにフィールというのがありますね。いわゆるフィーリングっていうやつです。プッシュにすると、ちょっとだけ前のめりに叩いてくれたり、このようにちょっと後ろめで叩いてくれたりします。音楽というのは基本的に、前でドラムを叩くと、楽曲がちょっと軽快になりまして、後ろで叩くとどっしり重く、そんな感じになります。あと、 ここにはスイングというのもあります。ここでこのスイングを上げると、リズムがスイングします。初心者の人は、このリストはあまり気にすることはないですけれども、そういう高度な機能がある、ということも覚えておいてください。今日は短いチップスでしたけれども、 ユージャムのドラムシリーズのマイクロタイミングというのを解説してみました。私たちも間違って覚えていることもあると思いますが、一緒に研究していきましょう。村長スタジオでした。